東京マリファマス 5.56F1 を紹介します。この銃は対象年齢18歳以上用の電動ガンになります。メーカー希望小売価格は 24,800円です。ファマスの分解図はこちらになります。全長は 757mm、 中心長は 488mm、 重量は 3kg、 バッテリーはラージバッテリーまたはミニ S バッテリーを使います。装弾数は60発です。ファマスの実銃についてはフランス軍正式採用の銃になっています。フラッシュハイダー、アウターバレルは金属製です。標準でバイポッドが装着されています。このように展開できます。戻す時も普通に手でこのように戻します。ロック機構等はないのですが、テンションが固めなのでしっかりこの位置で止まっています。チャージングハンドルを動かすことができ、この位置まで動かせます。フロントサイトは左右に調整可能です。このように手で簡単に動きます。グレネード用と思われるリアサイトも付属しています。リアサイトは上下の調整が簡単に行えます。また前後の部分を変えることによってピープの穴の大きさを変更することができます。サイトを覗くとこのように見えます。このカバーは左右付け替えることができます。ストック後端はラバー処理され、スパイクがあるためにずれづらくなっています。エジェクションポートはダミーで動きません。ファマスの外装は樹脂製で、強く握ると少したわむような感じがあります。グリップの形状は丸く握りやすいですが少し太いですね。重量バランスはバッテリーを入れない状態でこの位置になります。ファマス持った感じはハンドガードが太いのが少し気になりますね。重量バランスはそんなに悪くないと思います。ファマスの安全装置はこちらになります。これで安全状態です。こうすると発射可能になります。右側から操作する場合にはこのように解除は簡単なのですが、逆側からだと解除するのはちょっと難しそうですね。ファマスのセレクターはストックの後ろにあります。セレクターはこの位置でスイッチオフになります。セミオート、フルオートの切り替えになります。ラッチレバーがあり、長期間打たないときにはここを押しておく必要があります。マガジンチェンジはこちらでのマガジンキャッチレバーを押してマガジンを交換します。マガジンキャッチレバーを後ろにするとマガジンを取り出せます。マガジンは自重で落ちてきません。なので少し手で引っ張ってあげる必要があります。マガジンの挿入は普通に下から押し込むだけで装填可能です。マガジンチェンジについては M 音とかと比べると多少やりづらいのですが、グループアップ式にしては割とやりやすい感じかと思います。バッテリーの交換を説明します。安全装置を発射状態からさらに回します。発射状態はこの位置ですが、さらにこちらの位置まで動かします。そしてハンドガードを少し前にしてから下に抜きます。バッテリーを接続します。ストックを元の状態に戻し、安全装置を戻します。これでバッテリーの交換が完了です。ミニ S バッテリーを入れるとスペースが余りすぎていて、バッテリーがカラカラ音がしますね。なのでちょっと何か詰め物をした方がいいかと思います。ファマスの持った感じは3キロなんですが、ちっちゃいこともあってずしりきますね。割とアサルトライフルにしてはブルパップなのでコンパクトだと思います。構えた感じはやっぱりハンドガードが少し太いので、ちょっと握りは慣れが必要かなと思います。ファマス打ってみます。ファマス懐かしいですよね。一番最初に丸井さんが出した電動ガン、確かファマスですよね。ファマス打った感じはトリガープル結構長いですね。ただ軽いので連射もしやすいと思います。少し作動がね、なんか長い感じがしましたね。
打った感じについては少しね作動が長い感じというか、今のに比べるとちょっと遅いような感じもしますね。次にフロートで打ってみます。フロート打った感じはなんか独特のね作動音が懐かしさを感じましたね。結構早いサイクルで綺麗に飛んでいきますね。トリガーアップルは少し遊びがあります。最初のうちは軽いですね。ここでちょっと重くなってここで発射されます。後ろにもわずかに遊びがあります。トリガーアップルは長いんですが、トリガーアップルは軽いので連射しやすいと思います。ホマスの初速を計測します。使う弾は 0.2g の丸いのバイオ弾です。ファマスでスティールチャレンジをラウンドアバウトを打ちます。スティールチャレンジは5枚の的を打つ速さを競う競技で、このラウンドアバウトっていうステージの場合にはこの的がストッププレートになっています。この的を最後に打ちます。では打ってみます。マガジンを入れて、打った感じはこのねバッテリーがカラカラいるのがちょっと気になりましたね。あとリアサイトを近い的を打つために一番でかいピープにしたので、それ自体は見やすかったですね。ただロックがないのでちょっとねこうブラブラしているので、それがねちょっと視界に入って気になるところもありましたね。それ以外は特に気にならなかったです。合成がちょっとねない点もあるんですけど、そんなに強く握らないのであまり気になりませんでした。ファマスで APS カップのブルズアイ競技を打ちます。ブルズアイ競技はこの的を使います。真ん中のこの黒い部分が10点圏で直径22ミリです。大きな5点圏がこの直径5センチになります。ライフルの場合は10メートルの距離から2分間で5発打ちます。では打ってみます。右下とね左にちょっと一発ずつ飛んでると思います。ちょっとね打つタイミングが分かりづらくて、トリガーのね引き切りのところがねちょっと分かりづらかったのでちょっとずれたと思います。ただトリガーアップル自体はストロークは長いんですけど、引き切りも軽いので比較的打ちやすかったですし、サイトもね見やすいので結構良かったですね。では見てみます。加圧式になっているので表面の紙を剥がします。なんかね一発微妙な音がしちゃったんで、多分ねここら辺のどこかだと思います。グルーピングはこんな感じですね。まあ、ライフルにしては標準的な感じかと思います。ファマスを打ってみていいところと悪いところを言いたいと思います。良かったのがね、思ったより使い勝手がよく、サイトもいいですし、
トリガープロもよく使いやすいと思いました。悪い点についてはちょっとね、やっぱり剛性が気になるところがありましたね。こうやるとギシギシするので、気になる方は気になるかと思います。どうしてもね、この銃って最初の電動ガンということでね、基本設計が古いので、その辺はねちょっと問題があるのは仕方ないかなと思います。できたらね、オールリニューアルで新しく今の設計でやってくれたらね、かなりもっと良くなるのかなと思います。 FPS の COD とかでもね、ファーマス出てきて私もよく使ってました。ということでね、思い入れのある方は手に入れても性能的にはあまり気にならないかと思います。サバゲでもね、十分使えていいアサルトライフルだと思います。以上、簡単でしたがファーマスについてのレビューでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。